婚活サイトでトラブル続々出資をしたらさようなら。婚活サイトで知り合った女性に車載の購入や出資を持ちかけられ、トラブルになるケースが相次いでいる。約束された配当は得られず、交際に前向きだったはずの女性との連絡は途絶えてしまう。結婚を望む人たちの出会いの場を利用した詐欺まがいのビジネス、との指摘もある。関東地方に住む会社員の男性、38、 は今月3日、6人の男性と共に契約1億円の損害賠償請求訴訟を起こした。相手は、婚活サイトでそれぞれ知り合った二人の女性や、女性の勧めで購入した社債の発行会社など、詐欺容疑で警視庁への告訴も考えているという。男性は2013年3月、無料婚活サイトを通じて20代の女性と出会った。東京、 新宿の喫茶店で待ち合わせた女性は、花柄の華やかなワンピース姿で指にはサファイアの指輪。会社の秘書役で両親は投資か、と自己紹介した。いい旦那さんになりそうなどとメールをもらい、交際が始まった。3回目のデートで、将来の二人のためにと、女性が役員を務める人材派遣会社の社債購入を持ちかけられた。男性は交際を続けるため、 申し込み書に署名。他の社債も購入し、計1000万円を支払った。年12から24%と説明された利息や配当はしばらく支払われたが、間もなく停止。疑う気持ちはあったが、女性にどんなことがあってもパートナーとして行動しますと LINE のメッセージを送った。しかし、女性から突然別れを告げる返信が届き、連絡が取れなくなった。 適当な言葉で慰めて、優しい自分に自故つ、うぬぼ、れてるだけでしょう。あなたは偽物よ。さようなら。ログイン前の続きその後、同じ車載の購入で同様の被害を訴える記述をネットの掲示板で発見。別の一人を含む女性二人が、少なくとも32人の男性に車載を購入させていたことが分かった。交際していたはずの女性が、 同じ日に別の男性とデートしていたことも明らかになった。男性らの訴訟代理人の佐藤カトラ弁護士は同じ女性が複数の婚活サイトに登録し、同時期に複数の男性に謝罪を追っていた。組織的な詐欺の可能性があると話す。男性が謝罪を購入した会社の代表を務める男性は、取材に名義を貸しただけ。詳しいことはわからないと答えている。市場調査会社シード。 プランニング、東京、によると、婚活サイトの市場規模は12年の30億円から17年には58億円に膨らむという。利用者を狙って出資や不動産の購入を持ちかけるデート商法は後を絶たないといい、立証大学の西田木美昭教授、社会心理学部、は、ネットの出会いは紹介者がおらず、相手の蘇生が保証されない。リスクを認識しなくてはいけないと話す。 小寺洋一郎、高田正幸。